こんばんは、みなさん。今日のビデオはちょっと違うで。英語はダメで。少し日本語を話せます。ごめんなさい。お腹が空きましたね。始めましょう。よし。リサさんの部屋の中でどんなものがありますか？ぬいぐるみ。携帯電話。それからポケモン。ポケモンさん。招き猫です。綺麗な手袋。よしくーん。デスノート。いた！それは猫の筆箱です。スタジオジブリのキャラクターです。かわいそうね。ポケモンのゲームです。私のカバンです。私のカバンの中で私の友達の墓地です。ちょっと待って、キングダムハーツ2から来ましたね。私は怖いハーツです。ソニックスクリードライバーです。コンサートのチケットです。私のテレビですよ。そして私の PS3 があります。すごいね。バイキー。これは私のヘアブラシ。欲しいです。うん、気持ちいいね。面白い本です。音楽の雑誌。ポストカードです。ヨーラよりゲームボーイです。大好き。漫画。たくさん写真がある。これは私の一番好きな CD です。違う。そのバンドの名前はミューズです。ミューズはとても上手ですよ。ミューズの音楽が大好きです。マスカラです。衣装。綺麗な靴です。かっこいい靴です。バイオショックです。牛です。たくさん猫があります。もちろん私は猫が大好き。一番好きな動物です。すみません、このビデオはとってもつまらなかったです。そしてごめんなさい、私の趣味はちょっと変です。私は質問があります。何をすることが好きですか？楽しみ。皆さん気をつけてね。そして次のジハイパーペンギンのビデオを見てください。どうもありがとうございました。皆さんさよなら。